改めて紹介いたします。白石隆先生です。プライバシーアクション共通番号いらないネット世話人で、全国を飛び回って、昨年はなんか聞いたところによると先生何箇所、80箇所です。100以上で講演をなすっておられるということです。それでご著書も多数ありまして、受付の方で今日販売しておりますので、ご関心のある終わりになる方はお手に取ってご購入ください。それではよろしくお願いいたします。拍手をお願いします。こんばんは。雪になるかならないかというね、時土曜日の夜の遅い時間にお集まりいただいてありがとうございます。今日は午後オクトピアで大きな集会がありましたよね。聞かれた方もいらっしゃいます。安倍政権になってですね、非常にその早いテンポでいろんな問題が次々起こってくるんですよね。でもう皆さんご存知な発行ばっかりが出てるんですけども、このマイナンバーに関しては、ほとんど知られてなくて関心も今までなかったんですよね。で去年の6月に、日本年金機構から100万件以上の年金データが流出して、その頃からですかね、これ何なんだろうっていう関心が急速に高まって、で、あと10月以降、東京都内だと11月、12月ぐらいに、通知カードというのが配達をされて、まあ、そこで一気に関心が高まったわけですけれども、要するに政府だとかそれから自治体ですね、まあ、ここは北区ですから、まあ、北区役所さんがいろんな広報をするんですけれども、広報の中身が非常に偏っているというか、ちゃんとした説明がされてないんですよね。でともかく規制技術がこう積み重なって、通知カードを受け取りなさい、それから今月に入ってからは今度は、番号をあちこちで、提出をしなさいというその規制技術だけはどんどん先に行っている状況なんですね。ですから、世の中の多くの方がですね、この制度って一体何なんだろうと非常にこう疑問に思っているんだけれども、疑問を解決してくれる場がほとんどないんですね。テレビを見ててもですね、結構多分高い出演料を受け取っている評論家さんだとか、コメンテーターの方がですね、私からすると相当いい加減な話してるんですよ。こんなことでね、まあ、いくらもらってるか知らないですけども、あんなお金もらってもいいのかなっていうぐらい本当にいい加減な、コメントをしてますね。そういうことで、この番号制度ということをですね、40年ぐらいやって今でもなおかつ、まあ、比較的元気に、動いているのが最古さんで私なもんで、まあ、今あちこちに、まあ、出前講座をやっているという状況です。私自身はですね、実はこの隣の荒川区役所の、公務員を37年間やって、で、震災、東日本大震災の年に退職をして、で今は、このマイナンバーのことと、それからもう一つは、区役所市役所の中で、まあ、昔はお役人さんっていいねとかって、まあ、言われてたり公務員バッシングがあったり してるんですけれども、実は、公務員の中の3割ぐらいの方は、非正規公務員で、まあ、年収が200万いくかいかないかという完全なワーキングクラスなんですけれども、まあ、その改善の問題を、NPO 法人を作って、今和光大学の教授をやっている、元朝日新聞の竹野美恵子さんとか、まあ、にも理事になっていただいて、私が理事長になってやっています。まあ、主にその2つを中心とした、活動を今しています。
時間が実はですね1時間半ぐらい、最初に話させていただくんですけれども、この問題をある程度ご理解いただくのには1時間半大学でいうと1コマですね、多分足りないんですよ。今日のレジュメもですねこれ、1番から、5番まで書いてありますけれども、これを具体的な実例とかねそういうものを全部入れてお話しさせていただくと最低で3時間コースですかね。でもとてもそんな時間がないので、今日は1時間半で、途中ちょっと映像も見ていただきます。それでやっていきたいと思います。で、消化不良だった方はですね、2ページ以降1枚目のレジュメの裏ですね、一応文章にしてあります。でこれで大体起承転結この文章を、7ページなんですか、読んでいただければあらかた私が何を言いたいかということがお分かりになると思うので、今日の話、消化不良であったりあるいはデータ的なこともこの中に入れてありますから、特に細かくメモしなくても後で、追ってみていただければ大丈夫かなというふうに思います。で、黒板にですねちょっと汚い字でいくつか書いたんですけれども、一番メインになるのは、番号とカードという実はこれ全く別のものなんですよ。マイナンバー、マイナンバーっていうのは番号なんですね。で、今月から、配られ始めているのが、マイナンバーカード。カードってこれ全く別のものなんですけれども、この違い自体がですね、マスコミもそうだし、それから区役所の職員さんもそうだし、まして一般の市民の方はほとんど分かってないんですね。でところが大きな違いがあるんだけれどもこの2つの組み合わせによって、これから多分5年後とか10年後にですね、大変なことになるだろうというようなことをまず基本の、今日のメインの話にさせていただきたいんですけどもちょっとかぶっちゃってますがこのスクリーンに、メリットデメリットの話それからあとは制度の目的ってそもそも何なのかっていう、このあたりも、前後に話をしたいと思います。っていうのは、どんな新しい政策制度でもそうですけれども、目的っていうのがありますよね。何か目的があるから、例えば漠然とした言い方をすれば、国民生活を豊かにします。じゃあ、社会保障、福祉をどうしましょうかっていう、それで政策が作られる、法律が作られたり、政令とか省令が出されたり、それから地方自治体では条例が作られたりするわけですけれども、じゃあこのマイナンバー制度って何が目的なんだろうっていうね、実はそこ自体も非常に曖昧なのと、それからこの今回のこのマイナンバー法というのは、民主党政権の時に初めて国会に出されたんですね。でところが民主党政権が目指そうとしたものと今の安倍政権が目指しているものとが完全に入れ替わってるんですよ。入れ物箱は同じなんですね。でも中見てみるともうガラガラっぽになってるんですね。でその辺の話を、きちんとさせていただきたいなということです。それと最初に今話すのはですねこのメリットデメリットのことですね。でお手元のレジュメをちょっと上げていただきたいんですけれども、ちょっとね投資番号が下に手書きで書いてあって少し投資番号が隠れちゃってるんですが7ページの裏を見ていただけますか。7ページの裏、内閣府が、一般に配っているリーフレット、チラシの、コピー、これは内閣府であったり、内閣官房であったり、あるいは、総務省であったり、それから北区役所とか東京都、それぞれが似たようなものを作っているので、たまたまこの内閣府を例に挙げているだけなんですけれども、あなたにもマイナンバー始まりますって書いてありますね。で、うさぎのマーク、これが政府のシンボルマーク、マイナちゃんという。私たちは悪魔のマイナちゃんと呼んでるんですけどね。で、その下にですね3つのメリットって書いてあるでしょ。行政の1が行政の効率化、手続きが正確で早くなる。2番が国民の利便性の向上、面倒な手続きが簡単に。3番目公平公正な社会の実現、給付金などの不正受給の防止。でこの3つ見ていただくと、あんまり違和感はないですよね。なるほどなというふうに一応思いますよね。だけれども皆さんの日常の生活ライフシーンに引き寄せて考えていただきたいんですね。
働いてる場面でもいいし、それから日常生活を送ってる場面でも、例えば皆さんが去年の1月から12月までの1年間に、まあ、例えば、まあ、皆さん全員帰宅区民だとして一応帰宅役所の例出しますけれども、帰宅役所に何回ぐらい行かれましたね。そうするとパッと分かるでしょ、要するに、まあ、人によりますよね。例えば事業やってる方だったら印鑑登録証明を頻繁に取るとかね、そういうのもありますけれども、普通の方であれば区役所市役所に住民票を取りに行くとか、それから福祉の手続きをしに行くとかってそうしょっちゅうないですよね。まあ、私は去年4月に母親が、まあ、介護施設要介護4で8年お世話になって92で亡くなったんですけど、今やっと相続の手続きをもうすぐ相続税の申告期限来ちゃうんでバタバタやってるんですけどね、まあ、そうすると母親の出生地の、戸籍の原本改正原原戸籍って言うんですけども、まあ、それを取り寄せたりとかね、自分の印鑑証明のこと市役所に行って取ったりとか頻繁にやってますけど、それは人生の中でそう何回もあることじゃないですよね。で、その手続きが早くなる、便利になるって書いてあるんですよ。で、それだけ読めばね、まあないよりはあった方がいいというふうには言えるけど、その程度なんです。じゃあね、それだけのメリットのためにどのぐらい逆の面でいろんなことが起こるのか。で、私がちょっとここに書いたのがコスト、費用ですね。それから2番目が、じゃあ自分たち、私たちのプライバシーがどうなんだろうか。で、3つ目は、じゃあ政府による、管理とか監視がこの制度によって進むのかどうかということを両方合わせて考えないといけないんですよね。で、両面いろいろ比較をしてみて、まあ、どんな制度でもそうだと思うんですけど、ゼロか100かってのは多分ないんですよ。ある程度どっかで中間で折り合うけれども、ただじゃあデメリットがどのぐらいであれば容認できるのか、メリットがどのぐらいであれば容認できるのかということが、これがいわば国民合意とか市民合意になるわけじゃないですか。で、それが全くこの問題では測れてないんですよ。2年前に法律が国会で成立したんですね。で、衆議院も参議院も内閣委員会というところが所管なんですよ。で、参議院の内閣委員会でいうと、まあ、この制度に反対で手を挙げた方は、共産党の山下義樹参議院議員と、それから俳優出身で結構パフォーマンスで、有名な山本太郎議員と、お二人だけなんですよね。で、審議時間もですね、安保法制だと100時間超えたとかってありますよね。でもこれ2年前の国会審議だと衆議院でさえ23時間で上がっちゃったんです。で、大半の国会議員賛成だから、賛成する国会議員っていうのは割り当てられた時間だけ使っちゃうんですよ。どうでもいい話をしてね。で、本当に国会で知りたいこと、明らかにしたいことは、ほんの一部のその議員さんが一生懸命質問するんだけど、あなたの質問時間は1回15分よとかね、議席によってこう限られてるわけですよね。まあ、傍聴して見てみるとそんな状況なんで、この全体像が全く知らされてないまま法律はあっという間に通っちゃった。その時マスコミは関心ないし、日本全国市民の皆さんもほとんど関心持ってなかったですね。だけどその時に明らかになったのが、まずコスト、費用だけで言ってもどこに書きましょうか。これに書こうかな。まあ、こっちの方がいいですね。費用がですね、導入するためだけに国で3000億で、地方自治体は2年前の国会審議では、政府の答弁では地方自治体の皆さんには迷惑をおかけしませんって言ったんですよ。だから知事会とか市長会が、はい、賛成って手を挙げたんですね。で、ところが去年の5月の国会審議で、共産党の山下議員が何本かかるんやって質問したら、なんと地方自治体全部でやはり3000億、税金を6000億使うんです。で、じゃあ6000億を使ってこのメリットってどう思いますかってまず皆さんにね質問。6000億円って半端な金額じゃないでしょ。これで教育とか福祉とかね、そっちの方にどのぐらい使えるのか。で、じゃあこの利便性、
利便性効率性が6000億に見合うかどうかっていう、まあ、これが一つね。それからプライバシーが本当にじゃあ守られるのかどうか、プライバシーの侵害の危険性がないかどうか、だから管理の話、これは後でこっちの方で話しますけども、こういう4億の問題で、もう一つはこの公平性ってことをちょっと先に話をしたいんですけれども、最近ですね、やっぱりさすがにあのこの問題についての関心が高まってきたので、いわゆる新聞の全国紙だけじゃなくて、まあ、テレビもそうだし、それから週刊誌雑誌が結構取り上げるようになったんですね、去年の夏ぐらいから。で、私結構、週刊誌雑誌の、取材に応じて、で企画まで、まあ、協力させていただいてて、で例えば女性知人さん、なかなかいいんですよ、週刊女性と女性誌なかなか良くて、今年の正月の1月4日発売の新年号を特集してます。でこれ、私が監修してるんですけれども、であとは、今日ちょっと持ってきたんですけど、サンデー毎日も相当、特集やってますね、記者の方が相当頑張ってます。それから週刊プレイボーイなんかも時々書いていて、からあとはちょっと今日はあの、映像が流れてるからあんまり変なこと言っちゃう、例えば、週刊現代さんみたいなね、ああいうちょっとほら世俗的な雑誌なんかも相当これ問題だっていう観点で取り上げていて、それから、まあ、皆さんも読みになってるんでしょうけど、週刊金曜日は去年の秋に大特集して、で今度2月5日号でまた8ページの大特集しますけど、まあ、そういうものの取材協力とか監修をやってるんですが、あとは経済誌ね、ダイヤモンドとか、それからエコノミスト、これもまあ、ニュートラルな観点、もちろんニュートラルな観点なんだけど、まあ、結構きちっと特集組んでますね。でその中で去年の11月に女性自身が特集したんですよ。でこれをちょっと紹介したいんですけど、とても面白いんですね。皇室の話とか言ってますけど、それはちょっと割愛して、ね、こういう特集だったんですよ、去年の11月。これね、もう5回目、なぜかというとね、すごく評判がいいらしいんですよ、読者から。だから、経営的にもね、じゃあ、続けて特集しましょうと。でマイナンバーで損をしない方法、その後働き方を間違えれば20万円も国に請求されるっていう、まあ、こういう見出しなんだけども、まあ、私とそれからあと税理士さんと2人が、まあ、具体的にいろいろコメントしてるんですね。でここで取り上げ上げられてる事例なんですけれども、4人家族の例なんですね。4人家族、うん、で、お父さんが年収500万のいわゆるサラリーマンで、お母さんが、主婦パートで、まあ、多分スーパーからの90万円、うん、それから大学生の男の子が、コンビニで働いてて月10万で年間120万円、それから高校生の女の子が年間で50万、こういう家族なんですね。ちょっと女性誌がジェンダー的にこういう取り上げ方するのは、主たる働き手が劣ったらちょっとどうかなと思ってもあるんですよね、まあ、それはあるといて。で、今はですね、この500万の夫の扶養家族3人ともなってるんですよ。配偶者控除とそれから扶養控除ね、うん、ご存知な方いらっしゃると思いますけど、一応年収が103万っていうのが、扶養控除のラインなんですね。でそうするとパッと見るとこの男の子はすでに扶養限度額超えちゃってるんですね、うん、でも皆さんもそうかもわかんないけども、例えば親子関係で何でもかんでもガラス張りになってる親子関係と、それからあまりその子供も親に話さない、親も子供に関心持たない、まあ、うちなんかも、まあ、娘さんにいて2人はもう結婚していないんですけども、1人うちにまだしがみついてる人がいるんですね。で、まあ、年齢も30超えてるから私の扶養に入ってないんだけど、何の仕事やってるか私特に関心ないし、本人も言わないですよね。だからいくら稼いでるかも分かんないんですよ。
で、いろんな親子関係あるじゃないですか。何でもかんでもお母さんお父さんにしゃべる。で、多分この男の子の場合はですね、推測をすれば、バイトしてるよってことはまあ親が分かってるけど、まさかね、大学生が月10万バイトしてるとは思わない。で、学生本人も、コンビニバイト先からバイト料もらうときに所得税引かれてるわけですよね、うん、だから税金払ってるなって感覚があって脱税してるなんて思ってないわけじゃないですか、うん、で、親の方はまさかそこまで働いてると思わないから引き続き自分の扶養控除入れてるわけでしょ、うん、で、あともう一つ、妻はですね、実はこの90万以外に結婚式場の司会のアルバイトをしてるそうなんですよ、うん、で、その金額が50万、うん、で、働いてる場合に源泉徴収をされて、うん、で、いただく場合と、まあ、謝礼とか報酬みたいにね、封筒に現金ぽっきり、うん、あ、今日どうも結婚式、司会上手で新郎さん、新婦さんとても喜んでましたよとかって言って、はい、ありがとうございましたって2万円パッと現金で渡される。で、まあ多分その例なんですね。だから、表には出てこないんですよ、この50万がね、うん、で、ところがこれがですね、2017年、今年じゃないんです。来年の確定申告の時期から現れるようになるんです。今のマイナンバー、まあ、皆さん会社に提出された方もいらっしゃると思うんだけども、今会社に出してても今年は使わないんですよ。来年の確定申告からなんです。で、どういうことかっていうと、このお父さんの方の会社にですね、本人も含めて本人と家族、4人分のマイナンバーをお父さんの会社にまず伝えるわけですね、知らせないと、うん、それから妻の方はこっちも勤め先、それぞれに勤め先の方にマイナンバーを伝えなきゃと。で、息子娘も同じですね。で、それが2017年に税務署で初めてマイナンバーによってこういうふうに紐付けされていくんですよ。で、この段階で扶養の適正化っていうのが現れるわけですね。で、どうなるかっていうとですね、この場合だと、妻と長男は、扶養アウト、ダメになるわけですね、2017年から。で、そうすると、私たちの仲間の税理士さんが試算しているのは、追徴課税と延滞金と加算金を合わせて約10万円が2017年4月以降に税務署から、追加納付の、通知が、納税通知が届きますと、ということなんですね。で、これって皆さんどう思われます？今の制度ではちゃんと申告すればこれは仕方がないんですよ、残念ながら。で、私も記者さんに聞かれたんですね。白井さん、これ、どうなんですかねとか、いや、これ制度的には、正しいでしょ、だから課税と納税の適正化ってことからすればダメとは言えないですよねって、うん、だけどちょっと違うんじゃないですかって。なぜかっていうと、これが目的なのって、この制度で、世の中一般的には、うん、税の公平不公平っていうのはね、うん、金をお金いっぱい稼いでる人とか、うん、資産をいっぱい持ってる人とか、それから大企業が税金を払ってないんじゃないのって、うん、それが洗い出されるんじゃないですかっていう、それが税の公平不公平の皆さんの持ってるイメージですよね。ところが実はこのマイナンバー制度というのは違うんですよ。この扶養控除の過去あるいは不正、要するに、本人が、意図的に、嘘を言ってるじゃなくて、分かんなくてそういうふうに申告してる、あるいは確信犯的に、本来の形じゃない形で申告をしてるものが洗い出されますよ、適正化されますよっていうことが実は最初から目的なんですよ。で、それはちゃんとね、証拠があって、お手元の資料をちょっと見ていただきたいんですけれども、5ページを開けていただけますか。5ページは、5番、何のための番号制度か、所得補足の対象は中間層と貧困層という
こういう見出しに私してあるんですけれども、それのちょっと十何行目かぐらいのところに黒丸がありますよね。3行ほどなんで読んでみますと、すべての取引や所得を把握し、不正申告や不正受給をゼロにすることなどは非現実的である。また番号を利用しても事業所得や海外資産取引情報の把握には限界があることについて国民の理解を得ていく必要がある。これ私が書いてるんじゃないんですよ。その黒丸の上を見ていただくと、民主党政権時の2011年6月30日に策定された社会保障税番号大綱で述べています。この大震災の年に、法律の原案がこの大綱って、どの法律もそうなんですけど、法律を作る前に要綱とか大綱って作るんですよ。でその後に内閣法制局とかが、法律の文章に、分かりにくい文章に作り変えて、で閣議で決定して国会に上呈するっていうのが一般的なプロセスなんですけども、ですからこれ法律の前提になる一番基本の計画というか考え方なんですね。でこれは今でも今の内閣府内閣官房のホームページ見ていただくと、民主党政権時のということでちゃんと全文読めます。これはね、とても面白いです。これが、民主党政権の時の、番号法の基本的な考え方が全部出ていて、で多少民主党さんの擁護をすると、危険性とか問題点もちゃんと書いてあるんですよ。でそれをクリアするためにっていうね、そういう言い方だけども、その一番基本のところで実は今のこの読み上げた3行書いてあるんですよ。ですから最初から事業所得とか資産所得を洗い出すということを考えてないんです。で民主党さんは社会保障と税の一体改革だから、で限られた社会保障財源膨大な額になっていると、でこれ以上増やせない、だから限られたパイの中で再分配をしましょうね。でそれはなぜかというと、中間層の中で今例に挙げたような扶養控除を本当はしちゃいけない人から、そこをちゃんと所得を把握することによって、税金をより多く納めていただいて、でその財源を貧困層の方に回すよと、真に手を差し伸べるべき人っていう言い方をしてるんですけどね、そちらに当てますよっていう、そういう考え方なんです。でこれをですね、民主党の歴代政権、それから今の安倍政権の総理大臣でもいいし、財務大臣でも、あるいは総務大臣でもいいんですけども、例えば土曜とか日曜の午前中にいろんなそのコメンテーターのいろんな番組があるじゃないですか、各局ね。でそこに出てきて、例えば私が大臣だとしたらカメラに向かってね、はい、テレビを見てる皆さん、この制度はね、あなた方からちゃんと税金を取る制度なんですよって、もしそこを全面的にね、具体的にこういう例を挙げていったら、皆さん関心持ったんですよね、その時。この制度って何なのって、じゃあ本当に議論してみましょうよって。でところがこういうふうに書いてあるのに、全然そういう話が出てこないで今日まで至っちゃったわけですよね。ということで、この利便性、効率性、公平性っていうのは私から見るとなんか綺麗事しか言ってないよねっていう、そういうことになるんですね。で制度の目的については、こちらのこれからお話をする、番号とカードの、基本の仕組みの説明をした最後のところで、世界各国の、番号制度のとカード制度の、比較をしながら、考えていきたいというふうに思います。じゃあ今日のもう一つの本題の、